取りに行くぞ。おや、珍しいですね、上達だなんて。たまには体慣らしには必要さ。あれがターゲットか。そう、エージェントが持っているバッグを盗むだけでいいわ。この中に、バラージの移動ルートがしっかり載っているわずよ。どうする？まだ話してるからむやみに手を出すわけにはいかないわ。話終えた隙に奪うしかないね。まあ、ドレミー。なぜ、私を撃って気絶させようとしたのです？それは話は長くなりますが、エクスダンの実力を試したかったために二人でレースをしたかったの。あ、動いたようね。抜いていきましょう。ああ。そうか、話の内容でわかった。本当の真の心は、エクスダンが死ぬ前に対決したかったとのことか。私が攻撃の願いを出す前に気絶させたのか。じゃあ、今までなんで黙っていたのだ。ドレミー。ごめんなさい。私がサブネを疲れる前にやりたかったことを。よし、背後で殴って奪いましょう。これで眠ります。仕事完了。ちょっといたずろかったけど、わら。さあ、オフィスに戻りましょう。行こうか、行く。はい、ハンジャールの位置データを見つけるため、ノートパソコンを奪いましょう。この中に証拠があるはずです。とりあえず見張りは倒しておきますね。戦士様、いつでも潜入可能です。よし、行った気はここで見張ってろ。札が来たら応戦してくれ。了解、気をつけて。あそこにノートパソコンがあるんだな。応戦するぞ。あの研究員を倒さなくては。急げ、バスが囲まれたらひとたまりないぞ。オプレッサーを出せ、逃走するぞ。
早く行きましょう。ここがロスサントスか。幻想郷が滅亡した噂は本当だったのは驚きだ。今まで私は何がいけなかったのかもう一度探ってみたい。それにしてもいい街だ、佐世。この時間にお迎えが来るはずだが。おう、待たせたな。旦那か、久しいな。よく来てくれた、今他の仲間たちも待ち望んでいる。うむ、お安い御用だ。ゆかりは今どこにいる？ゆかりならオフィスに待っているぞ。とりあえず今ゆかりと蘭が待っているからすぐ前にある車に乗って送ってもらおう。霊夢は今どうしている？ああ彼女か、彼女はしっかり白霊の巫女としての役割は補っている。そうか、霊夢もここでうまく保ち上げているのか。ぜひ霊夢にも会わせてほしい。よし、とりあえず出発しようか。今ここロスサントスには大変なことが起きている。エイボンプロダクツの核発射、風見優香の蘭、いろいろな事件がそれぞれ発生している。幻想郷が滅亡する前、幻魔界の輩をそれごと消滅するために幻想郷ごと次元核装置で爆破させて脱出を計画。あの時は瀕死しそうだったゆかりを私の能力を貸しながらロスサントスに向けて脱出した。じゃあ、幻想郷を破壊したのは旦那だったのか？そういうことだ。あの頃は全て魔法も封じられて全員が衰えて弱体化されてあまりにもかわいそうだったからな。生かしておいても損はない。旦那は強いな。まさか我ら幻想郷の人々まで救出するとは驚いたよ。それで旦那は人間と妖怪の血を受け入れてその世代ごとに受け継がれる、あの蓮子とメリーに託してやった。ああ、それと同時に他の仲間も側室として血を受け継いだってことだ。今この町も抗争が今で続いている。どの道避けられない運命だったのかもしれない。それぞれの思想を伴う、権力の座。という争いはあるだろうな。いずれ退治後は平和が和平を切るという時代になるわけだ。だからこの元幻想郷には幻想郷のやり方があるというものだ。簡単には平和には結ばないだろう。悪いな、ゆかり。オフィスの外に出てお迎えに来てくれないか。もうそろそろ着く頃だ、よろしく。さて、オフィスに向かおう。この街も多分、気に入りそうな場所でもあるな。だがまだこの街のことも知らない。まずこの場所の背景を知る必要があるな。着いたか。ここが私たちの拠点だ。まずここに入って手続きを行えば、この町を住むこともできるからな。あら、よく来てくれたわね。待たせたな、ゆかり。今霊夢ならばオフィスに待っているわ。早く会いたいと。そうか、もう数十年もここにいなくてさぞかし大変だったろう。今ここロスサントスは大変な騒ぎを起こしているわ。まずはその策を立てなくてはならないの。旦那、どうしますか？これからカジノ強盗調達も大詰めになっておりますが。継続しろ、早めに公約していた目に合わせるまでな。さあ、中へ入って話そうではないか。行くわよ、ゆめこ。初めての戦ね、私たちにもできるのかな？私たちは空中から狙うわ。アリスたちは地上を制覇する作戦ね。上下を狙い、ドリルを盗む作戦。完璧じゃない。さあさあ、向かいましょうか。私はどうすれば？あなたはバンを盗んでうまく逃げてアーケードへ向かってちょうだい。私を犠牲にしてか。わら。
白い番か、一人しかいないから倒すしかないね。よし、奪って逃げるわ。電動ドリル工具はまあ足りるみたいね。それでは、帰還します。奪ったみたいだな。よし、フリーザへ向かうぞ。こちらアリス、車装甲車で準備完了です。まず最初は私から奪いに行く。アリスは後から奪いに行ってくれ。大詰めになりそうはね。覚悟はあるのかしら？どの人も一緒だ。あとは時間の問題だけかもしれないが、戦える力の覚悟はある。現地はサツとやり合っているな。よし、卵目用意。よし、アリス、今のうちに取りに行ってちょうだい。追い払ったのね。よくやったわ、アリス。すぐにオフィスに戻ってちょうだい。よく来てくれた。どうしたち？久しぶりです、ゆうか様。私たちは母方様に乗らずにこちらへ参りました。乗らずに済みましたわ、ゆうか様。よし、これでカジノ強盗ができるまではあとはセキュリティカードキーのみだ。その前に、ヤン・アンセスター殿に会ってはどうです？彼ならばセキュリティコードを聞き出すことはできるでしょう。そうか、ヤン殿の協力もありかもしれないな。よし、現月、無月、ヤン殿に会いに行ってくれ。大詰めになるぞ。